アドミラルティ M 級駆逐艦は、イギリス海軍の駆逐艦の艦級。M 級駆逐艦のうち、海軍本部の設計を採用したサブクラスである。社会保障の財源確保のため海軍増強計画の見直しを進めるアスキス内閣のもと、イギリス海軍の駆逐艦は、1908から9年度計画の B イーグル級、1909から10年度計画の A コーン級、 1910から11年度計画のアケロン級と艦型を小さくまとめてコスト低減を重視してきていた。その後、1910年1月の庶民院員総選挙の結果や仮想的であるドイツ帝国海軍の大型水雷艇の性能向上を受けて、1911から2年度計画のアカスタ級、1912から3年度計画のラフォーレイ級と、 再度大型化、高性能化が施行された。しかし、ドイツ帝国海軍の大型水雷艇は、優れた臓器技術を駆使した大出力機関を搭載しており、1908年に浸水した V161 級では33ノットをマークした。一方の A 海軍駆逐艦は、最新のラフォーレ級でも29ノット程度であった。ウィンストン・チャーチルは、 もともとは海軍増強計画の見直し推進の急先鋒であったが、1911年に海軍大臣に就任してからは、顧問に迎えたフィッシャー元提督の助言を入れて、海軍増強派に転じていた。この方針転換を背景として、チャーチル海将は、駆逐艦の速力劣勢に重大な関心を抱き、1913から4年度計画の 駆逐艦では一気に5ノット増速した34ノットの速力が求められることとなった。これによって建造されたのが M 級である。アケロン級以降、イギリスの民間造船所の高い技術力に期待して、海軍本部の設計による基本型とは別に、設計、建造にあたって、各造船所に大幅な自由裁量を許した特型が建造されてきたが、このアプローチは、 本級でも踏襲された。本級ではさらに裁量範囲が拡大された結果、公式には同じクラスと称されるものの、艦首を型上や兵装、手機搭載数や艦出配置、煙突数など、あらゆる諸言が異なる、艦艇軍となった。このうち、海軍本部の設計を採用した、サブクラスが本級である。基本設計は、L 級の紹介性型とされており、船系も、 同じ選手楼型である。チューブ甲板の4インチ砲は、プラットフォーム上ではなく甲板上に直接、配置されたが、後期型では再びプラットフォーム上に配置されるようになった。また後期型では、U ボートに対する昇格攻撃を考慮し、艦首部を二重構造とした。手記としては、オールギアードタービンの搭載が考慮されたものの、L 級、パーソンズ特型。 リオニダスの成績がまだ出ていなかったことから、手機の形式は L 級と同様とされ、直結タービンを装備する三軸艦となった。パルマーズ、デニー、ホワイト、ソーニクロフト、スコッツ、ドックスフォード、スワンハンター社の艦は、パーソンズ式、ジョン・ブラウン、フェアフィールド、スティーブン、ベアドモア社の艦は、ブラウン・カーティス式を基本とした。ただしスワンハンター社の艦のうち、 マリーローズ、メナス、パートリッジ、パスリーは、ブラウン・カーティス式を搭載した。パーソンズ衝動反動タービンには、巡航タービンが、付されている。またボイラーは、ヤーロー式水管ボイラーを基本とするが、ホワイト社の間では、ホワイト・フォスター式、また、ノーブル、ニザム、ノーメイド、ナンパレルでは、バブコック式が搭載された。缶は、 L 級の装備を踏襲し、40口径 10.2cm 砲を3門搭載した。対空兵器としては、L 級の 7.7mm マキシム機関銃よりも強力な29口径 37mm 広角機銃が搭載された。また1915年以降、39口径 40mm 広角機銃に順次に換装され、 後期型は当初よりこれを搭載して巡航した。水雷兵装も L 級の装備を踏襲しており、53.3センチメートル連装魚雷発射管2機を搭載した。ありがとうございます。